メタルギアソリッド続きをやっていきます。前回は気合い入れてんな。前回は無事にパルキーを入力したけども、俺は解除したぞって言ったけども、実はそれが起爆コードを入力したことになってしまって、このリキッドが待ち構えてんだよな。すごい勢いで待ち構えてんだよな。ちょっと引きますね。ほらあれ気合い入れてるよね。もう絶対これ戦闘だよね。じゃあ行くか。仕方ない、あそこに向かって。仕方ない、仕方ない、僕で行ってやるじゃん。これ、バレないんじゃない、僕で行けば。あ、違う、僕でも主観にできるのか。あ、違うか。こう行って、これちょっと待って、これさ、ここでさ、狙撃とかできないのかな。ちょっと、一回狙撃、ちょっと待って、ここでさ、もう倒しちゃえばいいんじゃないの。あいつどこに、あいつどこに、あれあれ、あれどこだ。いたちょっと一回、ちょっとやっちゃう、一回やっちゃう、これ。えい、あ、効かない、この人効かない。嘘、ダメなのか。そりゃそうか、ごめんなさい。無駄な抵抗して、あー進んだわ。今でも一発入れたことによって、リート俺のサングラスも生かすだろう。サングラス？何の話？兄弟に銃を向けるのか。なぜマスターに化けた。無論貴様をうまく操るためだ。実際お前はよく働いてくれた。ペンタゴンの連中もそう思ってることだろうよ。さっきから何を言ってる。与えられた命令を疑いもしないとは。戦士の誇りを失い駒になり果てたか、スネーク。何？核発射の阻止、人質の救出、全て偽りの任務だ。偽りだと。ペンタゴンとしては貴様と俺たちが接触するだけでよかったんだ。アームズテックの社長とデコイはそれで始末されたんだ。まさか。そうと。俺たちだけを暗殺し、莫大な予算を投じたゲノム兵の遺体とメタルギアを無傷で回収するため、貴様は初めからフォックスダイのベクターとしてペンタゴンに送り込まれたんだ。フォックスダイ、バカな。ではナオミはペンタゴンと組んでいたのか。連中はそのつもりでいたようだが、あの女ただ利用されるような甘い女ではなかった。何？ペンタゴンに潜り込ませたスパイが突き止めた。作戦直前、ナオミはフォックスダイのプログラムを改ざんしていたらしい。だがその理由も目的も不明だ。まさかナオミを逮捕させたのは彼女の目的をつかむため。その通りだ。くだらない恨みとは思わなかったが、しかし結局ナオミがフォックスダイにどのような改変を加えたかは今もわからない。まあそれももういい。俺はすでにホワイトハウスへの要求にフォックスダイの血清を上乗せしてある。血清があるのか。あるはずだ。あの女にしかわからんがな。だが血清、あ、まだ喋る、ごめんなさい。必要ないかもしれない。なぜだ。貴様は潜入に成功。奴らが処分したかった俺たちは目論見通り暗殺ウイルスに感染した。オクトパスやアームズテック社長の死因は確かにウイルスだ。しかしオセロットも俺も、そして運び屋である貴様にもまだその兆候が現れていない。フォックスダイの標的プログラムにバグが。さあ。だが貴様に効果がない以上俺も安全だ。俺と貴様の遺伝コードは同じなのだが。やはり俺とお前は。そうとも。だがただの双子ではない。遺伝子に呪いを込められた双子、レス・エンファントス・テレブレス。貴様はいい。親父の優性遺伝子を全てもらった。俺は劣性遺伝子ばかりを受け継いだ。全ては貴様という優性子を作り出すための仕掛けだ。俺という存在はお前の想像のためにだけあった。俺が優勢だと。そうだ。俺はその絞りかすだ。貴様にわかるか。生まれ落ちた時からクズとみなされ続けてきた惨めさが。だが親父は俺を選んだ。それがビッグボスにこだわる理由か。歪んだ愛情だな。はっ、愛情だと。憎しみだよ。
劣っていると知って俺を選んだことへの復讐だ。これも貴様にはわかるまい。実の親父をその手で殺すことができた貴様には、俺は復讐の機会すら貴様に奪われた。だから俺は親父の意思を実現してみせる。親父を超え、親父を殺す。お前もナオミと同じだ。俺は貴様とは違う。自分の遺伝子に刻まれた運命を誇りに思っている。ちょっとちょっと何するんですか？スネーク。何するんですか？この歴史的な兵器を拝みながら死んでいき、兄弟へのせめてもの気遣いだ。何するしようとしてます？今から見せてやる。何をですか？何を見せてくれるんですか？兵器を見せるだけにしてほしいね。見せるだけですよね。リキッドさん、見せるだけでいいんですよ。こちらはとしてはね、見せるだけ、見せるだけなんですよね。動き出しましたね。メダルギアが破壊するって言ってたのよね。オタコン、オタコン、これ破壊しなきゃいけないってことだよね。もう破壊しないといけないのですか？見せるだけだよね。お披露目会見でしょこれ。あー、動いてしまいました。これでもスネークが起爆コードを入れちゃったから動いちゃったってことだよね。でもまあ騙されてたんだよな。結果お前は騙されるな。大佐にも騙されて、大佐もまだ隠し事してるだろ。動き出したな。動き出して、これを破壊せよだよね、多分ね。リキッドどこ行った、あいつ。あいつどこ行った、リキッドどこ行ったの。あー、ですよね。ですよね。でも、とりあえず、オタコンなら、頼れるのはオタコン。オタコン、師匠、師匠。X の速攻は完璧だ。今持っている火器では破壊することはできないよ。そうなの？ X は最新式の複合装甲を採用しているんだ。高性能のヒートでも使わない限り破壊はできない。ではどうすればいい？高性能ヒートってなんだよ。 X の操縦席は一種の VR システムと同じなんだ。あらゆるセンサーを通しハイテク機器を介して操縦している。完全に外界から閉鎖された密閉型だ。肉眼では見ていない。そうだよ。だからセンサーを破壊すれば、レックスの左腕のように見える円盤があるだろ。ああ、盾のようなやつか。それがレドームだ。左腕か。あそこを破壊すれば電子装置は効かなくなる。重くになるってことか。ああ、レドームにスティンガーミサイルを打ち込めばいい。スティンガーミサイル、おお。いや、さすがオタコン。レックスは肉眼でも操縦できるようになっている。ご丁寧だな。くちばしのような部分が操縦席なんだ。異常の際はそこが開閉する。レックスの装甲は頑丈だ。破壊はできない。それは分かってる。でも内側からなら話は別だ。なるほど。操縦席に蹴る。まずレドームを破壊して操縦席を開かせるってわけだ。そうだよ。操縦席の内側にスティンガーミサイルを直撃させればコンピューター制御系を破壊できる。そんな弱点を残したまま開発してたのか。弱点じゃない、弱みだよ。人も兵器も弱みがないと可愛くないじゃないか。そうだろ。そんな悠長なこと言ってないでください。お前に感謝した気持ちだ。待って、違う、間違えた、マジ、オタコン、ごめん、また組んじゃった。まずレドームをスティンガーで破壊して、レドーム、分かった、電子装置を使えなくするんだ。分かった、そうなってくると、ちょっと一回、キャンベル。1キャンベル。メタルギアを破壊してくれ。分かった、分かった、スティンガーミサイルね。最後の手段を使う。最後の手段。無理なら、何、最後の手段って。原戦から核ミサイルを打ち込むように指示されている。はぁ、なんてこった。なんてこっただよ、そりゃな。メリちゃん、ここで何気にできる？あれできる？あなたの手助けになることなんて何もできない。似てるくれるだけでいいんだ、メリちゃん。応援するわ。うん、ありがとう。うわ、すげえ頑張る。セーブする。ここでセーブできるのかな。ここでセーブできるのか。よし、セーブするよ。はい、セーブしました。わかった。よし、メイリンちゃんのために。スティンガーミサイル、スティンガーミサイル。スティンガー。あ、構えるとこうなっちゃうか。左腕ってこっち？こっち？これ？あ、ちょっと近づいてる。なに？うわー、なに？赤いじゃん。赤いってことはダメってことでしょ？
こう見つからない、なんか投げてきた、なんか投げてきた、あの人なんか投げてきた、おーっと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 、すごい勢い、すごい、立って、あ、違う、間違えた、やばい、あー、なんか投げてくる、これ食らうな、絶対食らうな、ちょっと立ってください、やばい、これはどうやって回避、何回避、これ絶対見つかるよね、絶対受けるんだけど、なんですかこれは、カメラを装備しちゃった、待って、なんだろうな、アーマーをとりあえずつけとくか、アーマーつけといて、これずっと見つかってるんだけど、あ、避けれた、うまく避けれたようです。左腕ってどっちだ、左腕ってさっきの、あの、あー、こっち向いたな、ちょっとこう近めに行けば当たらない、おお、いいね、左腕とはどっちだ、見つかってな、あ、何、どうしたの、ね、どうしたのか見せて、ちょっと死んじゃいましたけども、どうしたのか見せてほしかったね、どうなったのか見せてほしかった、今どうなったんだろう、今何が起こったんだろう、何にも分からず死んでしまった。はい、登場シーンはカットです。これで、はい、スティンガーミサイルを装備する、あれだ、あれでしょ、あれだから、あれ、これってことでしょ、これでしょ、まだダメ、これでしょ、違うの、あ、動いた、あ、キーって言った、泣いた、あ、ミサイル、避けろ、あの、今のとこでしょ、今、これ見つからないってことあるの、見つからないずに入れるってことあるの、これ、ずっと赤だけど、ほら、ずっと赤だけど、これダメだな、これダメだな、おー、視点が変わった、あー、また投げてくる、ちょっとね、あー、抜けたか、え、これ全然打つ隙ないんだけど、あー、分かった、チャフじゃない、チャフをポイッと投げて、あー、ダメ、あー、受けちゃった、あーっと、チャフ受けたじゃなくて、立った、チャフを投げたら、すかさずスティンガー、スティンガーで、ここ、なんで、あー、受ける、あー、危ない、あー、死んでしまいました、あー、待って、レーションを装備、すごい打ちすぎじゃない、ちょっと、今の、もう死んでんだから、打ったらダメでしょうよ、なんつった、今、タイガー、うるさいな、もう、こっちはやるんだよ。一回相談する？もう一回相談、はい、飛ばして、ここで、一回相談。ついにメタルギアが動き出してしまったか。君だけが頼みだ。何としても食い止めるんだ。どうやって？開発者のエメリヒ博士に聞くしかない。じゃあ、あのさっきの情報のみ、オタコン。そういうこと？左腕のあの、レドーム。スネーク、レックスの走行は完璧だ。あー、これさっき聞いた、うー、分かった、そう、もうそうしろってことだな、分かった、感謝したい気持ちだって言って、メリルはダメで、ここでじゃあもうスティンガーじゃなくて最初に、チャフ投げる、チャフをポイって投げたら、スティンガーどこだ、スティンガーにするけども、これも一応解除して、あ、でこっちに、あれ、レーションつけといて、よし、これでいい、これでどう、これで一旦この人見失わないのか、全然電波障害だから見失ってるのか、見失ってるけども、これこっちの裏側から破壊できるのかな、裏側からやってみる、裏側からいけるの、裏側でもいける、よし、そしてすぐ逃げる、あ、見つかった、逃げろ、うまく逃げた、お、見失い、あー、見失わない、あー、踏まれるよ、や、何あいつ、あ、じゃあチャフだ、忙しいですよ、これは。チャフだな。チャフをポイント投げる。で、スティンガーに変えて、一旦装備、あー、やれる、これは受けてしまいましたが、ここで、
あれ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 、よし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 、当たってない、当たってないの、あ、やばいやばい、こっちもこっちもこっちも来てる、やばいやばいやばい、逃げる、一回逃げる、一回逃げる、わあそういうのもやってくる、一回逃げる、危ない危ない危ない、この股の下を、股の下を通りたい、股の下を通りたい、あ、なんかなんかやってきた、なんかこれでさっき殺された、これでさっき殺された、お、見失った見失った、よしよし、あ、見失ってない見失ってない見失ってない、あ、いいぞいいぞ、左腕だな、左腕、ここら辺からいけるか、ここら辺から左腕にいけるか、あ、いけないいけないいけない、もうちょっともうちょっと、こっちこっちじゃないとダメ、こっちじゃないとダメ、違う、この辺かな、この辺ならいけるんじゃない、この辺なんじゃ、あ、いけないいけない、ちょっといけないちょっといけない、距離が距離が距離がな、この辺か、この辺でこう見て、よし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 、ですぐ解除して、すぐ解除して、待って待って、撃ってくるから、あいつ撃ってくるから、変なの撃ってくるから、あー踏まれる、踏まれない踏まれない踏まれなかった、喫茶店なでも、よし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 、あ、でちゃうだちゃうだ、チャフ、違う違う違う、あー撃ってる撃ってる、今まさに撃っているけども、チャフをこいつ投げる、投げて、あー、ビーってきたビーってきたビーってきた、危ない危ない、チャフを撃って電波障害にします、踏んで、忙しい、スティンガーにして、スティンガーにしてここを撃つ、そんですぐ解除して走る、すぐ解除して走る、そしてそしてチャフチャフ、いいんじゃないこの作戦、チャフチャフ投げ、チャフ投げのチャフな、何だ、あ、やばいやばいやばい、あ、いやいやいや、ごめんなさい、チャフ投げので、その後にチャフ投げのスティンガー構えので、ここ打ちいいのだな、打ちの打ってるじゃろ、よしで解除して、あ、なに白くなった、なになに、勝ったの、勝った、お、勝った勝った、おー、作戦が成功、オタコン褒めてくれ、オタコン褒めて、すぐ褒めて、リギトどこにいんだよ、リギトどうした、やったか、あ、でもこれで操縦席が開くから、そこに今度打ち込むのかって言ってたよね、おかしい感じの動きなこと、甘いぞステーク、なに、甘いぞって言われた、なになに、死ねって言われた、な、な、あ、あ、あ、来た、クレイマックス、あ、なになに、助けて、逃げろ、懐かしい名前だ、ディープスロートよりは聞こえはいい、やはりお前だったのか、見ていられないぞスネーク、年を取ったな、君どこの意味、一緒に戦おうよ、二人だったらいいんじゃない、二人で戦おうぜ、あ、やってくれてる、ありがたい、やってくれてる、お、ヤクイ大丈夫、そこで、なぜだ、なぜ俺にこだわる、俺は死の囚人、お前だけが俺を解放してくれる、フォックス、まだ言ってるの、そんなこと、ナオミはどうする、ナオミはお前のために復讐を、ナオミ、ナオミを止められるのはお前だけだ、俺にはできない、どうして、ナオミの両親を殺したのは俺なんだ、そうなの、まだ分かった、俺はあいつまでは殺せなかった、そういうことだったのか、後ろめたさに耐えきれなかったから、あいつの世話をしたのは痩せこけた両親を満足させるため、それでもナオミは俺を兄と慕ってくれた、フォックス、傍から見れば俺たちは仲のいい兄弟に見えたかもしれない、だがあいつに瞳を覗かれるたび、後ろの方でちょっと暴れてますから、もうちょっとお前から伝えてくれ、本当の仇はこの俺だ、あ、ほらほら見つかる、見つかる、ほら見つかった、ほら見つかったんじゃない、あ、やばいやばい、ほらほら、そんな知ってるから、ちょっと大丈夫、そろそろ決着をつける時だな、ディープスロートからの最後のプレゼントだ、やめて、何何、プレゼント止める、プレゼントくれた、今プレゼントだって言って何かくれたよね、今ね、なんか箱置いたよね、ちょっと危ない、そんな一緒に戦えばいいじゃん、なんで一人で行くの、はぁ、一緒に戦おうって言ってんのに、ほらほら、見ちょっと、の代わりにジャッカルちょっとやめてあげてよ、ほんと。ロイヤルハリケーン。
何言ってんの、ロイヤルヒリズハイルヤ、なんじゃそりゃ。どこまでボスかな。スネーク、こいつを見殺しにするつもりか。よし、頑張れ頑張れ頑張れ。ああ、ダメかーい。ダメかーい。あ、レドーム壊れたってこと。やったってことは。さすが、フォックスの称号を持つ男。だが、それまでだ。今だ、ステインガーを撃ち込め。フォックス、撃てるか。え、どこに。こいつも死ぬぞ。撃てるか、こいつも死ぬぞって言った。お前の前で。何？これで本当に死ねる。どこに撃つの？ザンジバーランドの後、俺は戦いを撃てる。あの人撃つの？それはできんやろ。あ、こっちってこと？生きる時間もない。でもなんか喋ってる。死んでいないだけの無意味のせい。長かった。装備を外せない。ちょっと、この人撃てってこと？でも。あー、できない、終わっちゃった。どうしたらよかったの？あー、ちょっとダメダメ。どうしたらよかったの今？スネーク、俺たち。何？どうした？政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、うん、いつも自分の意志で戦ってきた。そうか。スネーク、さらばだ。いや、ナオミが悲しむから、もうお前殺すなよ、お前リフト、お前やんじゃねえぞ、まあ、マジで、マジでやんだよ。許さん、もうリキッドマジで許さん。愚かな男だ。マジで許さん。死を懇願したとき、勝敗は決まる。分かったろ。貴様は誰も守れやしない。自分の店やな。死ね。死ねって言い過ぎだぞ。死ねって言い過ぎだぞ。あー、すごいってくる。なんかくれたんだよ。なんかくれたんだよ、あの人。ダメだ。当たる、これは当たるかな。なんかくれたんだよ。これか。当たって当たって。これだ、これだ。なんかくれたやつ。これや、これ。あ、スティンガーみたいな。あー、やべ。あれが欲しい。あれが欲しい。チャフダメ。チャフ。もう一回チャフ。さっきの作戦通り、もう全然終わってないやん。おい、これは手前に行こう、手前に行って、一回見失わさせた後に、スティンガー、あー、すごい、回転速くない、君。回転速くない。で、ちょっと待って、こう行って、スティンガーで、今度ここじゃなく、ないのか。待って、今度ここじゃないのか。どこに行くか。どこ、あ、運転手、操縦席。あいつ見失ってるけど、どこを攻撃したらいいんだ。果たしてどこを攻撃、運転席か、やっぱり。っていうことはだ、運転席ってことは、これ見つからないのが、不可能ってこと。見つからないと、撃てないってことだよね、きっとね。ちょっと待ってよ。見つからない程度の角度で行けるか。見つからない程度の角度で。あ、ここら辺いける。あ、いける。あ、間違えたな。あれ、あ、ここダメ？ここダメ？あ、ダメだ。ちょっと方向が悪い。位置が悪いな。あー、いた。いたけど、探してるな。ここいける？あー、方向変えた、あいつ。あ、ここいけんじゃない？ピピピッ、なった。よし。あ、ダメか。あいつくるくる回りやがる。位置的にもうちょっとここら辺の、あいつに見つからない、うわ、くるくる回るな。あいつに見つからない程度の位置から、あ、ここら辺いいんじゃないの？ここら辺いいんじゃないの？あ、いいんじゃないの？よし、いいんじゃないの？え、なんでだよ。なんで今のダメなの？ちょっと今のは、あー、見つかってしまいましたね。見つかってしまいましたが、こっちに回避して、ずっと見つかってるな。これ、こんな、あー、ビーってきた。うわー、立て。
あー、また来た、また来た、来た、来た、来た。脇を通って、脇を通って、どこにいるのか。よし、ここで、ここでちょっと一旦隠れる。一旦隠れる。よし、見失ってる。見失ってるけど、この状態では撃てないから、ちょっと待って。よし、あっちも行く。よし、こっちに走る。こっちに走って、ちょっとここら辺から、ここら辺から構える。あ、違う。構える。よしよし、ここが当たるんじゃないか、これは、さすがに。ちょっと、うまいこと合わないな。よし。え、なんでなんで、正面から、正面、うわわ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 わ、もうもう、わー、ピピピピ、すごいすごいすごい。1対1、あ、ダメだな、ちょっとここ、1変えよう、1変えよう、死ぬ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 、やばい、霊障がもう1個しかない。え、これ難くない、難くない、難くない、ちょっと、あ、霊障あった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 、ここはやばい、ここはまずい、ここはまずい、うわー、まずいまずいまずい、早く早く待って、間をくぐり抜けて、間をくぐり抜けて、こう行って、間にずっといれば、間に、あー、やばい、なんか、あー、ちょっと、それずるいよ、それずるいよ、お前それずるいよ、見失ってるから、で、こうやって、打つ、よし、よし、これはいけた、これはいけたけど、ミサイルゲットして、あー、撃たれる、撃たれたけど、これはこう、この間を通り抜けるっていう作戦ね。この間を通り抜ける。あー、見つかってんのか、これ。見つかってんのか。あーっと、見つからないように、あー、踏まれる。踏まれてない。けど、こっち側に行こう。こっち側のこの辺から撃つ。この辺からなら狙えるんじゃないか。あー、ギリ無理だから、この辺、もうちょっとこの辺で、あ、これはいけるな、これはいける、うまいこといかないな、チリリリリってなんないんだよな、よしよし、で、この後すぐ逃げる、あー、食らってるけど、すぐ逃げて、この足の間を通って、で、あーっと、見つかんないで、見つかんない、よしよしよし、で、ここですぐ構える、すぐ構えて、ここ、あー、なんでビビビってならない、なんでビビって、よしよし、なったから、すぐ逃げる、やばい、来るぞ、あいつ投げてくるぞ、よし、投げてくるけど、この間を通って、ビーってやられるけど、なんとか回避、あー、踏まれる、あー、見失ったな、よし、見失ったところで、どっち、あー、ダメだ、見つかったな、見つかったけども、ギリギリ大丈夫か、ギリギリ見つかったけども、回避しろ、よし、あー、見つかる、危ない、ここら辺でもう一回スティンガー、よしで、はい、そうですね、はい、この間を、足の間を、あー、それ食らうか、食らわない、でも危ない、踏まれるよ。よし、見失った。アホだ、アホや。あいつ見失ったから、この辺で、はい、構える。あ、ここ届かない？ここ無理？あ、いける。よし。で、すぐこう行って、足の間を通る。足の間を通る。ビーってやるけど、そんなもん知らん。あ、いいじゃん。いけるじゃん。あいつ見失って、あー、踏まれてる？踏まれない？大丈夫？どこにいる？スネークを見失ったけど、あ、いいぞ、ここら辺かな？ここら辺で、よし、構えて、え、そっち向く？よし、いける、よし、いけたー、どうだ？お前、ほんとマジで、ふざけんな、踏みつけないでください、破壊できたのか？お前マジでほんとグレイホックス踏みつけたろ、ふざけんな、あれ助けれたんだよねきっと、いや助けれたんかな、あ、でもメタルギアがこれで破壊できたんかな、よっしゃ、お前見たことか、お前サングラスだなんかお前してっからだけど、サングラスだぞ、そういうとこあるぞ、サングラスとかずっとしながら今は撮ってるけども、ちょっとウォーって言った、え、大丈夫、死んでないよね、スネーク今ウォーってなったよね。
っとスネーク、ああいつ降りてきたんですけど、ちょっとスネーク早く立って、ちょっと来ないでください、ちょっと来ないで、ちょっとそういうのはルール違反です、ちょっと降りてくるとかはちょっと聞いてない、そういうの聞いてない、それは聞いてない、ちょっと殴ったりとかダメだよ、今こっちは無防備だからな、ちょっとやめてください、どうなる？ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る、でもいつもお母さんは寝ていてばかりで、おー